こんにちは、速稼塾の久保です。この度はメッセージの方ありがとうございます。動画付きでねいただきました。まあ、この動画は限定公開なんで、まあ、ここにねリンクを貼ることはないんですけども、働くお姿を見てね、なんかちょっと嬉しくなりましたね。やっぱり映像っていいですね。なんかその人肌が感じられると言いますか、なんか生きてるな、生きてるなってのは当たり前ですけども、本当にお姿拝見できてね、嬉しいなと思います。まあ、マスクをしてちょっと窮屈な部分はあるかもしれませんけども、結構私もそうですけども、これ慣れていくかもしれないですね。でね、なんかこう人の顔を見てもここだけなんで、誰かよくわかんないみたいなことね、お互いなっちゃってね、これも新しい生活様式なのかなと思いますよね。今回結構難しい作業だったと思いますけども、短い時間で完成されたみたいで、2時間ぐらいかかる、2時間半ぐらいの作業が18分に収められてましたね。19分ぐらいでしたかね。はい、いつもありがとうございます。で、私の方もね、自分でできる限りのことをやっておりますんで、毎日ドアを開けたりね、こう擦ったりとかね。でも洗車ももちろんそうなんですけども、一緒にねボンネットを上げて、作業を見せていただいたところを、こうやって自分でも拝見しながらね、しみじみとしております。で、やっぱり車って走らないと調子悪くなることもやっぱありますんで、ぐるぐるとね走ることもあったんですよ。でもちろんこういう社会状況ですから派手にぶっ放すってわけにいかないですけども、やっぱぐるぐるっとね、近所に買い物に行くときとかに回ってとかで、コンディションを確かめたりとかしていかないとなっていうところでございますね。で、チャンネル登録の件なんですけども、あれメッセージが来るときと来ないときってあるんですよね。これね、私も不思議なんですよ。で、私の場合チャンネル登録が1日に何十人とか、時には100人とかね、200人とか増えるんで、メッセージがバーって並ぶのかなと思いになる方もいるんですけども、全然来ないですね。逆に登録者は増えるんだけども何の通知もないんですよね。だからここはね、わかんないですね。すいません。なんかランダムなんですかね。YouTube Japan の規約というか、なんかシステムなのかもしれません。ということでね、まあいろんなコメントをいただければ励みにもなると思いますし、やっぱ発信するっていうのは社会に出ていくっていうのはね、やっぱそういうことなんだな。いろんなレスポンスいただいて励みになったり勉強になったり、時にはね落ち込んだりとかもあるかもしれませんけども、まあ普通のね人との出会いと一緒ですね。ということでね、今回、動画をお送りしました。すいません、該当以外の方にはちょっと分かんなかったかもしれませんけども、これがね、ある方の元に届くことをお願いまして、今日の動画を終わらせていただきます。ではまたメッセージください。元気で、その時まで。